皆さんこんにちは、豆鉄砲チャンネルのお時間です。今回はですね、僕がカンボジアで住んでいた、家の方を紹介したいと思います。まあ、もう帰国するもう直前なんですけども、部屋の方もすごく綺麗にしましたので、ぜひご紹介できたらなというふうに思っています。で、まあ、あの部屋以外もですね、あのプールだったりだとか、ジムもありますので、そういったところも、紹介できたらなというふうに思っています。それでは今回もよろしくお願いします。行きましょう。はい、こちらがですね、お部屋の方になります。すぐ入り口に洗濯機がありまして、冷蔵庫もちゃんとあってですね、リビングはとてもこう広々としてまして、なんかこう開放感のある感じといいますか、テレビも食べあのテレビもですね壁掛けになってまして、はい、洗面所もすごく綺麗な感じで、まあね、あのお風呂の方はないんですけども、シャワーのみということで、海外はそんな感じですね大体。はい、寝室もですねすごく綺麗なベッドでですね、あの週に2回ベッドメイキングが入るということでですね、その時にタオルも、交換してくれるということでですね、すごくあのホテルみたいな生活をさせていただきました。はい、部屋がこんな感じになります。こちらジムになります。まだ簡単な器具と、ランニングマシンと、バイクもあってですね、ダンベルも結構いい量あるので、ここでトレーニングたくさんやりました。ベランダもついてて、プノンペンを一望できます。ということで次行きましょう。はい、続きましてサウナになります。こっちのサウナはですね、トイレとちょっと兼用というか一緒になっていまして、トイレがあって横にこうやってシャワーが、ついてまして、ここにサウナがあります。で、自分でですねスイッチを入れて、お湯を沸かすみたいな、部屋を温めてから、このサウナに入っていくということになりますね。日本のサウナと全然変わらなくてですね、すごく中も綺麗でですね、はい、何回も整いました。続きましてこちらキッズルームになります。開いてみる。
まあ簡易的なんですけど、子供が少し走り回れるようなスペースがあります。ということで次行きましょう。ここがですね、共同ラウンジといってですね、まあ、住んでる人だったりだとか、まあ、子供の建物をですね、ホテルとしても、貸し出しているので、ホテルとして借りている方もですね、ここに来て、まあ、デスクワークされたりだとか、くつろげる場所になっています。はい。ちょっとね、中に人がいるので、ね、ちょっと音声出られないんですけども、まあ、ちょっと映像だけ撮りたいなというふうに思います。はい、こちらがプールになります。20階にプールがありますので、景色すごくいいんで行ってみましょう。はい、これが、20階にあります、家のプールになります。本当にですね、あの屋根もついてまして、日差しが当たらないようになっていて、水もすごく綺麗ですし、あのすごく僕はですね、もう毎晩のように、泳ぎに来て、毎日毎日風も気持ちいいで本当に良かったです。そしてですね、まあ、あのアジアの川がですね、東南アジア屈指の、メコン川になってますね。メコン川はですね、まあ、あのカンボジアだけじゃなくて他のですね、まあ、ちょっと変な一芸が入っちゃったんですけど、こんな感じで、僕のですね、カンボジアで住んでましたお家の方を、紹介させていただきました。本当にですね、これでこのクオリティでですね、家賃もですね、なんと800ドルということでですね、まあ、あの日本円にしましても、まあ、12万円ぐらいですかね。なんで、このクオリティで12万円で住めるというのが、またこのカンボジアに来る、メリットになるんじゃないでしょうか。まあそんな感じでですね、近々、日本に帰国する予定なんですけども、お家の方を紹介させていただきました。ということで、今回は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。